地上を見せてあげたかった。立派だったよ、ドン・キホーテ。ドン・キホーテ、ルイスのジャケット持っていきません？可愛いから、形見として。ルイス、お顔よく見せて。高くつくぞ。あ、向けれないのか、死体とはいえ。あー、ルイス、ルイスのお顔よく見たいからスナイパーのスコープで覗こうとしたんですが、無理そう。ルイス、離れたくない、私ここから。マイク、バイバイルイス、さよなら。もう悲しいけれどしょうがない、死んじまったから。まあ来世で会おうやっちゅうことで、バイバイルイス。ルイス、あー、こっからルイス見えないのか。最後に一目ルイスを見ておきたかった。ルイス、バイバイ、バイバイ、バイバイルイス。見えるかな。レオ、あ、ルイス、時間がないから手短に話すわ。はい。彼女は時計塔に連れて行かれた。時計塔、今ならまだ間に合う、救いたいなら急いで。あー、ずいぶん親切だな。素直に感謝すべきか。ええ、そうね。エイダ、エイダに教えてあげない、あげないと。あ、なんだ、あ、なんかいっぱい依頼がありますね。なんだ、宝石泥棒。逆、なるほどなるほど。で、こっちがサラザール家の辛いおこし。 でもこの気持ちをどうすればいいのか。在庫は無限じゃねえ。あ、じゃあ行くか。カラスの巣とクラウザーの家の肖像画。あ、肖像画ってどこにあるんやっけ。忘れちゃった。とにかくカラスを一回、あ、時計塔に向かってますね。時計塔、あ、カラスおる、カラスおる、カラス容器おる。あ、向こう、向こう。カラス、どのカラスを見たらいいんだ。みんなが帰っていく方向に巣があるはず。素材 L がね、全然。よいしょ、あれ開かない。おいしい、ナイス。んで、こうか。このまままっすぐ行って。あ、おばあさんのようなおじいさん。しぶとさだけは褒めてあげますよ、ミスター・ケネディ。どもども。ですが、お遊びはここまでです。ここまでなの？そいつをつまみ出しなさい。あら、何回かこのセリフ聞いたことあるで。そいつをつまみ出しなさい。でもどうやって、普通にもう殺しまくりでいいんでしょ？そんな全然、君たちにもう苦戦するようなことないので、こちらとしましては。ねえ。ほら、体に当ててこうなんですよ。ひるめ、ひるめ、ひるみなさい、雑魚が。ほら、あやべ火つけるのは本当に良くない。中世、中世、中世の価値観で生きるな。人に火をつけるな。ナイス、いいの入った。いいですね。よいしょ。で、こうしてこうだね。全然ね、この人たちはもう怖くないんやけど。なんだ、なんか今転がっていったな、袋が。玉をもうちょっとね、この貝を探索して拾っておきたい。あ、ナイス。でね、何よりパウダー、パウダーじゃないわ、ハーブがないよな。ハーブ、ハーブ、ナイス。お宝は何本あってもいいですからね。金貝、ナイス。よし、行きます。どこに、よいしょ、ナイス。はい、鉄砲を撃つときは息を止める、これはもうよいしょ、当たり前のことなのだ。あ、ハーブナイス、ハーブナイス、ハーブナイスからの、そんなに人もいない。今回は苦戦しなさそうかな。あー、びっくりした。いやいやいや、びっくりしちゃった、びっくりしちゃった。あっちいだろうが、もうこの隙に向こうに行くしか、あ、向こう行くんや。もうこの隙に行くしかないっぽいな。あ、やべえ、ここ燃えるのか。いや、ここ燃えるのか、燃えちまうのか。ごめんごめん、よし、ナイス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 、うまい、ナイス。そしてこう、いいですね、決まった、決まってなかった。よいしょ、燃えなさい、あんたも。よしよし、あぶねえ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 、燃えるって、燃えるの人は結構簡単に。あ、ライフル、弾ナイス。こうしといて、ちょっとまあリロードしとくか。よいしょ、いって、何、どこ、あ、なんだなんだ、なんか投げられたのかな。いやーん、治安が悪いの、この、あ、これか。よし、やぶね、やぶね、治安が悪い、この建物やばい、この建物治安が悪いし、私も燃えちゃう、やばい、燃えたくない、もう本当に。よし、パリっすね。よ
いい。よいしょ。まったくもう本当に。よいしょ。4発入れたら死ぬっしょ。ねえ。ナイス。よいしょ。危ない危ない。やばい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 。まかたれ。もう、ともども、行け。死にさらしなさい。生あるところに死あり。そして死あるところにアルゴリズあり。ほどきなさい。そう、道を開けるのが正解です。君たちの正解マウンド、あれ何、あやーだ、うー、え、これどこに避けたらいいんや、やば、一回逃げる、一回逃げる、やばい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 。で、あれ大丈夫か、あれがさっきの、よいしょ、わーやばい、落ちてくるって分かってたから避けたのに、時間差があったから戻っちゃったよ。もうさて、あ、やべ、はい、避ける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 、倒さなくていい、避ける、君やばい、君うざい、君やばい、ふぅ、君やばいね、君やってんね、危ない、よいしょ、で登ってこの辺まで行ったらアニメーションが来るのか、よしよし、ナイス、これで逃げる、イベントスキップ、逃げるんだよスモーキー、さよならさよなら、ここ燃えます、危ないけど、鉄球来てる、やばいやばい、炎どけ、ナイス、君たちそこにいろ、君たちそこにいろ、あ、手前の人は死なないんですね、よいしょ、ナイス、うますぎ、よいしょ、んでゴー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 、ムーブ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 、そして殺す、あ、やばやばい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 、そこそこ、この位置やばい、この位置やばい、やばい、鉄球来てる鉄球来てる、やばいやばい、お前らのような人がいるせいで私みたいな人間が、あー、鉄球の犠牲になるんです、君らのような、おらカスみたいな盾持ちがいるから、盾持ちは死になさい、ふう、危なかったわね、汚い言葉が出るとこだった、よいしょ、あ、やばやばやば、危ねえ、危ない、やだやだ、危ない、あ、ナイスで、よいしょ、やば、ちょっとヘッショがずれる、あ、そこやばくないっすか、あそこ大丈夫なの、セーフポイント、ここもセーフなんか、じゃあそんなに厳密に弾を避けなくてもいいんだね、でどこにおるんかな、あ、あれ爆発したらいいか、違うな、あのレバー引き、鉄球のレバー引いてる人がどこにいるのかがね分かんなくって、できれば撃ってしまいたいところなんですが、え、結構上の方かな、もう鉄球がゴロゴロと鳴ってる音が遅れて聞こえてくるよ、大丈夫そう、なんか大丈夫そうかも、あ、君、あああああのさ、お宝がね道中あるっぽいけど全然見つけることができてなくて、今のところ、よいしょ、全然見つけれてないので、よいしょ、見つけなきゃという気持ち、よいしょよいしょ、ナイス、いいね、ふう、そう、一回ある程度上まで登ったら、あのスイッチの人を殺す、あ、やばやばいやばいやばいってねえ、鉄球、もう次鉄球で死んだら私もうおかしく、いや、ナイスなんだが、なんだが、鉄球やばいか、来てるか、やばいやばい、来てる、ナイス、やぶねー、やばい、来てた、もう次絶対、もうあと1回でも鉄球で死ぬようなことがあったら私1回休憩挟むわ、もうこんなところで死んでらんないのに、死ね、お前が、ナイス、そう、死ぬのは彼らでいいんですよ、私が死ぬのは良くない、で鉄球が行ったらポンポンポンでスッと行く、スッと行くんすよ、スッと行く、スッと行って君もスッと殺す、スッとスッと殺して、さよならさよなら、ナイスだすナイスだす、危ねえ、ナイスだす、エクソだす、飛んでからの折れへんよね、スイッチの人、ナイス、見つけました、お前を殺す、お前を殺す、あー、ナイス、なんやけど弾がないからもうもったいないけど使っちゃえ、はい、お疲れ様です、はい、やっ
いけた、マジで。これ、私がレバー引いてもいけるの？おー、やだ、レバー引いて！私がレバー引いてもいけるなら。あ、そっから落ちるんか。全然ダメだ。そこからだとあんまり意味がないですね。あ、でもなんか、拾えそうな雰囲気。あれ？結構、ここ、発生してました？モンスター。モンスターというか、この人たち。あらあら。帰るわけないよ、ここまで来たら。スタンダードで私は絶対にクリアして、見せますよ。そりゃそうだ。そりゃそうだ。お、どっちかな？あ、これかな？そうそうそう、これさっき見つけた宝箱なんですが、外側からはね、行けなくって。あ、豪華な置き時計。いいですね。あ、待って、これレバーっぽい。レバー引ける？レバー引いて。あ、リフトから気が利くね。いいね、リフト。でも絶対これ四方八方から敵にやられる。ほーら、お前みたいなやつが出てくるんですよ。分かってました。お前が出てくるって分かってた。お前みたいなやつ、お前が出てくるのは分かんなかったけど、ほーら、こいつがね一番やばいから、こいつだけ殺しておけばとにかくなんとかなる。オッケー。あとは、あ、あんなとこに宝箱発見。ナイス。どきなさい、カスども。どきカスどもが。カスは、あ、やば、上に行っちゃうのね。またこの爆弾使っていいんですか？あらあらあら。あー、引っかかっちゃった。ごめんなさい。あ、やば。えい、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 えい。いやー、よいしょ。よいしょ。まあ、全然でもそんなにハードじゃないね。まあ、思ってた通りのことが起きてる。任せろり、やべえ、やべえ、やべえ。アーマーが壊れそうだ。アーマーが壊れそうかも。噛めへんねん、アーマーが壊れんのは。アーマーはそんなね重要じゃない。問題は弾。弾製造できない。ヤバタン。よいしょ。これが何よりもヤバいよ。どこどこどこ。あ、おるおる、まだおるやん。やーだ、もう。でも君ね10発ぐらい出たら死んでくれるんですよね。だ、そういう意味で親切設計。10発で死ぬなら私は構わねえ。あ、これダメ、効かないか。ダメだよな、ダメだよな。やばい、あ、やばい、いるやん。よいしょ。もうちょっと強武器使うか。しょうがねえ、強武器使って、強武器を使ってあいつを殺す。あいつを殺す、頼む。お前が死ねばまだちょっとマシになる。戦況が有利には動かないが不利にはならない、これ以上は。死んだか、使っとこう。あ、死んだっぽい。ナイスですね。うまいね。分かってるんですよ。あ、やばい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 、弾。ちょ、待て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 。もうこいつはショットガンでいいよ。もうこいつはショットガンでよろしい。あれ、押しになさい、押しになさい。はい。さてさて、あれ、もう誰もいない。あ、私ごめん、オーバーキルしちゃった、もしかして。あ、そんなことなかった。ちょっとオーバーキルしちゃったかなって思っちゃったよ。よいしょ。ひるめ、ひるんだ上で死ね。ほんで君そこにいるからこうしといて、爆弾もっとないかしらと思うんですが、なかなかあんまりないんですよね、爆弾。いやー、身のこなしが華麗すぎるな。いや、バイオうまいかも私。いやー、お疲れ様。やっとこのパートが終わったね。リフトパート終わりました。これにて終了かな。あともう1匹2匹ぐらいいそうなもんですが、まあ行くだけ行くか一旦。てか敵いるね。敵がいるので撃っときたいけど、当たるかな、こっから。おい、レセ、うまいな。2発で死んでくれるのね。じゃあこちらも2発で死んでくれるかな。はい、2発死にですね。2発死に、ナイス。そう、アシュリーを追う。今回ね、カラスの巣を見つけて壊す、あ、壊すというか中から、あー、エメラルド、傷のついたエメラルドをゲットしてくるミッションと、何か、なんだっけ、なんか肖像画を汚す。あ、まったく、全く、ほんまに突然の死やった。いや、なんか足元悪いなって、ちょっと思ったには思った。あ、これ、ズームで見れたんや。アカラークを。あ、アシュリー！アシュリー。
不思議なお水飲まされて飲まされて、はあ、あいつめ、くあいつめ、アシュリーよ追うわよ。よいしょ、ここで走ったらあかんねやろ、分かってる分かってる、走ったらあかんねん、走ったら落ちるから、走らんか、走ったらあかん、危ねえ危ねえ、走ったらあかん、オッケー、走らんかったら大丈夫、走らんかったら大丈夫、足元がね緩いからね、走らんかったらオッケー、はいナイス、走らんかったらオッケー、危ないん、危ない、よいしょ、はい、走らんかったら大丈夫、大丈夫、あれ死なないっすね、なかなか弾なくなってまいますが、弾ないなる、ないなる、オッケー、弾ないなるとかやった、危ない、あれてかどこの辺にねお宝があるっぽい、あったあったあった、これこれこれ、よいしょ、お宝ゲット、イエローダイヤモンド、いいね、ただただね、ただただよ、ただもうライト、ライトの弾、マシンガンじゃない、ハンドガンか、ハンドガンがあと1個しかないよ、弾がやばない、それは、ああんた逃走の匂いがするね、いやー僕逃走の匂いがする男の子です、ありがとう、ここにアハードも嬉しい、全部ありがとう、武器商人ちょうど欲しいタイミングでここに来てくれる、これ何、登るとなんかあるのかな、登るとなんかある、あーらなんかいっぱいある、助かる、これ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 、ハンドガンの弾がガチでもなかってん、やばかってん、こっちは別になんもないよな、2カラーズ、じゃあこれで売るのが正解かな、先にウェルカム、ウェルカムトゥザアルゴ、ありがとう、約束するぜ、僕ガンパーが欲しいんすよ、あこれこれ、この人を今持ってるから、このボルトアクション式の方は売っちゃおうかな、そうほとんどもう使ってないからね、でその代わりにチューンアップでちょっとレッドナインの威力上げからのブロークンバタフライも上げとくか、ボス戦とかで何やかんや使うかもしれないから、さあありがとう、私の世界を私の絵のままにさせてくれて、ありがとう、こっからですね楽しい時間は、あれまだ行ってんのお前、なーや死んだと思ってたのに、よいしょ、威力の上がったショットガンじゃないわ、ライト、ライトガンじゃない、なんて言うんでしたっけこれ、ハンドガンか、ハンドガンを食らいなさい、装備を変えちゃダメなのね、よいしょ、さあアシュリーが入ったドアです、はい、約束した通り、娘は確かに引き渡しましたよ、あ、勝利、どうか主にお伝えいただきたい、このラモンの忠誠をお忘れなきよう、お忘れなきよう、あ、やばい、勝利、あ、レオン間に合って、勝利どうして間に合わないの、愚かですね、はい、ミスターケネディ、うん、サドラー様の恩寵をその身に賜ったと、しゃべりすぎだ、自らそれを、ああ、たく、つくづく無精で傲慢な、ゾクモツメ、絶対生き返ってバケモン化してボスになりますね、いやー、よいしょ、足まで、足がガタガタする、いや、キモ、これラモンくん、ご覧なさい、あ、ラモンくん、ほらば、主より与えられた力、神の力、自分のこと自分の名前で呼ぶのかわいすぎる、さあ、最終章の幕を開けます、まだキー、いや、キモ、やだ、くっせえ、くっせえ、やだ、なんで、たまたまたまた、橋役、おめえだろうが、それは、いや、臭いです、あー、ラモン、三流の脚本だな、そうです、三流の脚本です、ちょ、ライフルじゃなくてマガジン、マガジン、マガジン、あー、ハンドガンバカだね、さて、じゃあこれでやっちゃうか、どうせ顔でしょう、口から出てるっぽいところを狙えばいいんでしょ、おら、死ねえ、くっせえ、変拍子大きいですかバレリーン、いやいやいや、やばい、間に合う間に合う、ナイス、だねー、くっせー、だねー、粛清、いや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 、こういうことですよね、からのこうですよね、強い武器でパン、強い武器でパン、あ、やーべえ、これパリラリーラリー、何か何かしに行かないと、これ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 を
しに行く。ナイス、そこね。完全に理解した。おら、ゴミか。やだ、私は世界で美しい、一番美しい。あれ、死んじゃった。あれ、あ、こっち。いや、お上品かも。お上品さで言うと私負けていません。私の方がお上品、お上品です。いやー、お上品なのはいいんだけど、これやばい。この場所にいるとなぶり殺しだね、ガチで。あれ、回復、あ、回復ないか。こんだけか。ちょっと超回復がしたかったけど無理そうかも。あー、よいしょ。あ、ガンパウ拾ってない。あ、ハンドガンか。もうちょっと貯めるか。ガンパウもうちょっと貯めて、あれ使いたいんですよ。あのショットガンの弾欲しいよね。よいしょ。で、ここでこうですね。はい、もうゴミ以下の、クソ以下の、ゴミの雑魚の、僕が殺します。君はもう結構臭いから。グレーモノ。いやー、でも、あ、待って、ガンパウ来た。これショットガン作っといて、あ、ライフルでもよかったかな。まあ、いっか。ショットガンアモゲットしたんで、あいつだね。あそこにいるやつをね、どうにかしたいけど逃げちゃうから。あ、やーだ。へえ、痩せっぽちの醜い汚らしい血。え、これはこの人が多分今まで言われてきた言葉だね。あー、この子は今この人、ラモンが言ってるセリフは今までラモンが言われてきたセリフなんだろうなっていうのを感じますね。ガチクショー、醜き豚の子さらば。あ、やば、やばい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 けど、でもまあまあまあ、そんな落ち着いて殺せば。だって撃てば死ぬんですよ。めちゃくちゃ簡単じゃないですか。撃てば動く、動く、動く、動くなって言われたらやばい。動くなって言われたらやばい。絶対やばいでしょ。おー、ナイス。あー、なんだけど、おい、やべ、くっせ、やべ、あ、やばい。あ、来た。臭かった。あー、助けください。はい、どうらーしゃま。あ、ピタゴラスイッチ。あ、暗血の口紅。はい、ワンパンクです。こんなもの、皆様盛大な拍手をよろしくお願いします。これいいね。はあ、アーシュリー、ラモンを殺したから。レズリー、レズリーじゃないわ、誰やっけ。ああ、私の好きな人返して。よいしょ。レズリーは別の作品なんだよな。よいしょ。こんな感じで、あ、それなりに弾もゲットと。さあ、こっからは少尉との戦いかな。クラウザー少尉、クラウザー少尉も撃てば死ぬんですよね。ナイフなのがやばくて、ナイフ戦なのがやばくて、ナイフ戦じゃなければという感じなんだよな。そう、頼む頼む。お、わ、何、あ、クルーザー、あ、嘘、クラウザー、クルーザーがクルーザーに、クルーザー、クラウザー、あ、ダメだ、行っちゃった、追いつけないよ今から。じゃあクルーザー、クラウザーやっちゃったか。さーて、弾はあるのかな。はい、弾、弾は特に何も探索するところはなさそうだね。あ、あー、執事の手記来ました。私は飛んだ不忠者にございます。ご子息であるラモン様の歪んだ性格を直したいというあなた様の最後の願いを私は叶えて差し上げることができませんでした。執事頑張ったんか、お前。その邪悪さの片鱗を最初に見たのはまだラモン様が幼少の頃でした。ラモン様は自らをプルガルチと陰で呼んだある旧士を自室に呼びつけました。すると懐からおもむろに硫酸を取り出し、ひざまずくその者の顔にかけ始めたのです。皮膚が焼けただれ、苦痛に身が歪む様を見る幼きラモン様のあの恍惚とした表情、いまだに私の脳裏に焼き付いております。そして時が経ち、ご両親を失い心を閉ざすラモン様につけ入るようやつらをやってきたのです。あの忌々しい教団が。
あろうことか代々サラザール家が封印してきたプラーガを解き放ち、アマツさえ自らそれを受け入れるなど、もはやラモン様は操り人形です。やつらの亡き先代ディエゴ様、私はたとえこの身を落とそうとも、最後の時までラモン様と運命を共にする所存です。それが生まれた頃よりおそばにお仕えしてきた執事である私の務めであり、あなた様への贖罪なのですから。執事、いやー、なんか動いてる。ああ、ネズミが2匹。あれ、ネズミが2匹。死なないもしかして。あ、死んだ、よかった。ネラモン様にお仕えしてるって言ってたから、いいぞこれ、いいぞこれ。ほんで、あ、なんもないか。船着き場。ああ待って、でもこれ手こきじゃない、手こきじゃない、言えない、手こき、手こきじゃないですかこれ。でもいいの、なんかさ、エンジン搭載してないとしんどくないですか。嘘か、手こぎはしんどいぜ。行くのカレヨン、行くのマジ。あ、全然手こきじゃない、普通にエンジン搭載系。私ただのボートが止まってるしよ。エイダか、探し物かしら。あー、エイダキーが欲しいな。あー、終わった。チャプター12終わりました。